男子シングルの予選も B 組は20人がエントリーしておりますが、その最終組の演技が行われておりまして、この人も注目の一人です。中国のチェンジャンリー、李成功です。ジャンプには定評があります。そうですね。はい。ソルトレイクオリンピックでもベスト10に堂々入りまして9位。そうです。この人はショートプログラムで6位だったんですが、ちょっとフリーのところで順位を落として9位になったんです。そうでしたね、はい、ショートは素晴らしかったですよ。そうでしたね、はい、ジャンプの切れ味には定評があります、李成功。そうですね。曲はスターウォーズのサウンドトラック版を使っています。ありましたね、ちょっと前傾になりましたが、はい、高さはありましたね、はい、コンビネーションにはしませんでしたが、4回転最初のジャンプをクリアしました。ちょっともったいなかったですね。スローパートで3回転が飛べませんでした。
最後は李成功らしいキビキビした動きで演技をまとめました。前半はかなりシャープな動きでいいジャンプを見せたんですが、そうですね、はい、ここもよく持ち込まれました ね、はい、そうですね。4回転後半ちょっとスローでちょっとミスが多かったですよね、はい、そうなりました ね、 ね、はい、これは、うん、これもトリプルアクセルダブルトーですが両足折りでしたよね、ちょっと手を突きかけましたが、はい、ここはなんとかバランスを保ったんですが、ちょっと両足折りですよね。そうですね、はい、角度を変えてコンビネーションをご覧いただきました、はい、さて今の演技でアメリカのワイズを超えられるかどうかということはちょっと難しいですかね。そうですね、点が出ましたが 5.2 ですか。 5.2 から 5.7 は一応出ましたが 5.2、5.4 が2人、これではちょっと超えられそうにもありません、ね、セカンドマーク、うん、これもちょっと下がってしまいましたね。結局アメリカの2人を超えることができませんでした。男子シングル予選 B 組の演技をご覧いただきましたが、結果はご覧の通り、アメリカのゲーブル、それからワイズが1位を占めました。中国の李成功が3位に入っております。これで A 組の方はロシアの2人と日本のホンダが3番までを占めましたね。そうですね、明日のショートプログラムはこれ最終組が、上位3人プラス3人で6人、はい、6人ですね、はい、ということは、ホンダ武史は最終組で明日ショートプログラムと、はい、これからが本番ですね。そうですね、言ってみればね、はいはい、ショートは大切ですので、そうですね、はい、はい、明日のショートプログラムもぜひホンダには頑張ってもらいたいと思います。男子シングル予選をご覧いただきましたが、この後はペアのショートプログラムをご覧いただくことにいたします。